はぁ、急に話しかけてきてセフレになれだ。頭湧いてんだろ、おめえみてえなくっせえキモブタ野郎、セフレになんかするわけねえだろ、このドアを。ったく、もう二度と話しかけんなよ。いいんだよ、僕がセフレになってやるって言ってるんだ、早く脱げよこのブス。はぁ、僕は毎日学園中を回り。何？セフレになれだと？おい、教師に向かっていい度胸だな、大久保。私とあなたは悪いけど、汚らしい下郎と仲良くなる気はありませんの。手当たり次第に女子たちに声をかけた。はじめはみんな僕のことを人間とも思っていないようだったけど。私はあんたなんかよりずっと頼りになる彼氏がいるんだから、あっち行ってよ。突如として数々の大会で栄光を手にし、今世間から最も注目を集めている奇跡の学園がある。本日はそんな清風館学園の教育の秘訣に私、山城咲が突撃取材しちゃいます。ようこそ清風学園へ。当学園の理事を務める大鳥と申します。あの、どうしてそんな風な、その。これがセックスフレンドカリキュラム、セフレ教育ですわ。現代社会、女性徒たちのストレスケアに必要なことは何か。それは安全の保障された相手との奔放なセフレセックスなのです。大丈夫ですわ。この教育法の成果はあなたもご存知でしょう。皆さんもきっと大いに賛同して。